レバレッジ投資家、市木です。本日もよろしくお願いいたします。レバレッジ投資をね、えー、しておりますと、レバレッジ商品をね、否定してくるアンチの人たちからは、もっとね、投資のことを勉強した方がいいですよってね、言われるんですけれど、いや、教科書通りのことしかね、勉強していない人たちっていうのはね、こういうコメント書いてくるんですよね。分配金もらったけれど、株価が分配金以上に下落しているのなら意味ないと。 S&P500 新茶らしい意見ですが、レバレッジ ETF には当てはまらないと。間が抜けてんだよということでね。まあこれ、高配当株の人たちを、ね、批判してくるときにも、これをよく言われますよね。ただしね、普通の高配当株とレバレッジ ETF の分配金っていうのはね、全く性質が違うということをね、勉強不足のアンチたちは分かっていないということで。 じゃあね、レバレッジ ETF の配当金っていうのがね、どれだけ素晴らしいものなのか、そしてレバレッジ ETF の素晴らしさということでね、今日も皆さんにお伝えしていきたいと思います。それでは、スタートです。モッピーのポイントは現金に変わる。皆さんポイ活してますかモッピーご登録まだの方は説明欄にモッピー登録用の URL をね貼ってありますので、そちらからご登録してください。その後は、 モッピーで1円も使うことなくね、ポイントをザクザク貯めていく方法、第2の収入ポイ活、副業をするより楽という動画の方も作成しておりますので、こちらも見ていただきまして、あとはね、ポイントをがっつり稼いで、稼いだポイントは現金に変わる。現金に変われば投資信託、ETF 変えると。このね、令和の錬金術を試してみてください。 コメントがね、ついております。レバレッジ商品で分配金もらえてよかったですね。ということで、まあ私ね、今年、レバレッジ商品たちの分配金が1000ドルを楽勝で超えていくと。1000ドルカツカツじゃないですよ。1000ドルを楽勝で変えていくということを発表したらね、このようなコメントがついていたんです。ただし、その株価は、株価が含み損もしくは同じね、 値段であればいいのですが、と、分配金もらったけれど、株価が分配金以上に下落しているのなら意味ないというか、残念です。なので見なきゃということでね、えー、こういうコメントがついていたんですね。私は言いたい、間が抜けてんだよということでね、間抜け削登場と、勝手にトンチンン。皆さん知ってますかねという、ねえー、ことなんですけれども、これよくね、えー、後輩当株に言われることなんですよね。後輩当株で、 配当をね、えー、もらってたとしても、それ持っててね、えー、その後輩等株自体が上昇していかなかったら意味ないじゃんと。下落しっぱなしだったら、タコハシしてんの知らないのってよく言われるパターンですよね。分配金もらったけれど、株価が分配金以上に下落しているのなら意味ない。これは S&P500 とかのね後輩、えー、当株の話ですよねと。 結果、S&P500 後輩等株のリターンを分配金で配っているので、結果、VOO などの商品持っていた方が利益出るというやつね、ということでね、結果、途中で分配金もらってても、その分配金もらっている分、上昇率も落ちていきますし、もともとね、その分配金を支払っている企業が大して伸びなかったと。結果、VOO を持ってて利格した方がリターンが乗ってるやないか、というね、 話ですこれはね、普通の後配当株の話ということで、レバレッジ ETF は違うんだよということでね、こちら見ていただきたいのが SPXL ということになっておりまして、皆さん大好き、S、S&P500 にね、3倍のレバレッジがかかっている商品になっております。こちらの方もしっかりと分配金の方が、ね、出てるということになります。この方は分配金が出ても株価が下落していれば意味がないじゃない かと言ってますけれど s p x セルどうなんですかと今確かにねこの顔回してる間っていうのは下落しておりますけれどもえ VOO S&P500 っていうものは 必ず右肩上がりで上昇していくんでしょと。今下落したとしても最終的に上昇していくんでしょ。で、高値をどん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 更新していくんでしょと。だったら SPXL も高値どん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 更新していきますよねと。いかに下落してマイナスのトータルリターンが出てる時に保有して、配当金ももらって、その後上昇して、 まずは S&P500 が最高値を更新して、その後に SPXL が最高値を更新して、そこで売却したらいいんじゃないんですかと、今、現時点でのマイナスのトータルリターンが出てるのか、プラスのトータルリターンが出てるのか、関係ないんですよ。関係あるのは何か、それは必ず右肩上がりになっていく商品を持っているのかどうか。 これは S&P500 を積み立てしている方、ナスダック100、ファングプラスでもいいです。皆さん安心して積み立てしているのはなぜですかそれはアメリカの株式のマーケット、指数え、こちらインデックスに連動してくるものは必ず右肩上がりで上がっていくっていうからでしょ右肩上がりで元指数が上がっていくんだったら、レバレッジ型の商品は低増しながら上がっていくんだと。なんでこれに気がつかないのかなと。教科書を読んでね。 株の、ね、デメリットみたいなところを、ね、考えて、あこれデメリッジ型の商品にも当てはまるぐらいに思って、そして、ねえー、コメント打ってきてるんでしょうけれど、何を言うてんねんと、S&P500 は高値更新し続けるんやろうと、ファングプラスも高値更新し続けるんやろうと、ナスダック100も高値更新し続けるんだろうと、もちろん半導体の指数の方も高値更新し続けるんだろうと。 だったらレバレッジ型の商品は必ず最高値更新していくじゃないかと。必ずえ含み益がプラスになっていくじゃないかと。その間、分配金、配当金もらい続けて、何が悪いいや、得だろうという話になってくるわけなんですよね。えーまあ、ちなみにこちらが VOO S&P500 の、まあ、右肩上がりのチャートということでね。VOO が下がれば SPX セルも下がる。逆に言うと、VOO が高値を更新し続けていけば、 SPXL も必ず、ね、高値を更新していくということになる。そうだ、レバレッジ商品は低造するんだということでね、このデータを取ったとき、VOO、S&P500 の過去1年のパフォーマンスを出しております。37.52% これに3倍のレバレッジがかかっているということは 112.、112.56%になっていれば、しっかりとね、低増して、112.56が3倍の数値になってきますので、これ以上になれば、低増しているということになります。じゃあ実際に SPXL はどうだ ?1 年の過去のリターンを調べてみますと、125.32ということでね 112.、112.56%よりしっかりとね、3倍以上上昇していると、低増しているということですね。 プラス分配金もらってんだよという話になってきます。これがアンチには分かっていない衝撃の事実ということで、まあ我々レバレッジホルダーは知ってるんですけれどね、持ってないやつは分からないんだよ、アムロ君ということになります。いや、ここはアムロ君じゃなくてアンチ君という、ねえー、ことになってきますんで、これに対して、 アンチコメントつけれるんやったらつけてみろという話でね、どんどんとね、アンチコメントの方も待っているんですけれど、どう考えてもね、教科書通りのことしかね、考えれない人っていうのはね、経験積んでもわからない。いや、持てないから経験積めないのかという話になってくるんですけれど、我々ね、デブレッジ ETF 商品で分配金もらってる人たちっていうのは必ず右肩上がりの商品を持っていると。そうなってくると、 利益出るまで分配金もらい続けて、利益出て自分が売りたいところ、利格したいところのポイントで手放してリターンを得ると。インカムとキャピタル両方もらえるということですね。インカムっていうのは分配金、配当金が売却するまでもらい続けることができる。キャピタル売却した時に出る利益。アメリカの株式のマーケットっていうのは必ず右肩上があり。わけわからん。アクティブファンドとかね、個別株はダメですよ。 しっかりとしたね会社の個別株、もしくは ETF 商品、投資信託、インデックスに連動しているものなら、なおさら強いということになってきます。 これらの商品っていうのは必ず右肩上がりで上がっていく。必ず右肩上がりで上がっていくんだったらトータルリターンマイナスのままじゃねえんだよというね、話になると。えー、これが理解できない。安い間に仕込む。トータルリターンがマイナスになっててね、そこでどんどん仕込んでいってるっていうことは、安い間にどん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 仕込んでいって、トータルリターンマイナスだけれども、えー、保有してる期間、バーン、バーン、バーンと。 四半期に一度、分配金が入ってきて、分配金もらっている間に、あら、知らない間に株価が回復して、プラテンしちゃった、そろそろ売ろうかなんていうふうに、ね、なっていくということになりますんで、このことが、ね、理解できるかできないか、それは教科書を読んでいるだけでは誰も教えてくれない。自分で実践して経験値を積んで、積んだ経験値を資産形成に役立てることができるのかどうか、ここがね、できる。 投資家なのか、できない投資家なのかという、ね、分かれ道になってきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。